10月19日に公示され、31日に投開票となった第49回衆議院議員総選挙。香川2区からは国民民主党の前議員で党代表の玉木雄一郎さんと自民党元議員の瀬戸孝和さんの一騎打ちとなりました。投票日となる31日には各投票所に多くの有権者が訪れ、日本の将来を託す一票を投じていました。香川2区となる坂出市と宇多津町の投票率はそれぞれ 58.78% と 54.82% となり、坂出市は全国の投票率 55.93% を上回りました。平成29年に行われた前回の衆院選に比べ、坂出市は 1.79% 増加、宇多津町は 1.80% 増加となっています。開票となる午後8時を前に、玉木雄一郎さんの坂出事務所に支持者が集まっていました。午後8時の開票とともに頭角が告げられると、事務所は喜びに包まれました。改めて玉木さん本人は東京により不在のため、会議アプリを通じて支持者にご選の感謝と決意を伝えました。ありがとうございました。引き続きですね、私は今回の選挙のテーマは、古いこれまでの政治をただ単に続けるのか、それとも新しい、国民のための信頼できる政治を取り戻せるのかということを掲げてきました。そのためには与党も野党も両方とも変わらなければいけないということも選挙戦の中で訴えさせていただきましたので、そういった国民から信頼される本当に国民に役に立つ政治を実現できるように、これからも全力で取り組んでいきたいと思います。合わせて喫緊の課題は、このコロナで傷ついた経済をいかに回復できるのか、そのために我々これまでもさまざまな政策提案をしてきましたけれども、さらに勢力を増すことができればですね、こうした経済回復、生活の再建、そのための政策の提案実現、これまで以上に力を込めて力強く取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞ皆さんの引き続きのご支援ご協力後押しを賜りたいと思っております。で、今日本は実は玉木さんの挨拶に続き、坂出事務所では夕日会副会長の吉原良一さんが挨拶に立ちました。動け日本と書いてましたよね。だから彼は必ずそれをやってくれるものと思います。もはやもう右派とか左派とか保守とか、リベラルとかっていうことではなくて、どうやってですね、我々の生活、そして明日からの日本ですね、これをもう一回再起動させるか、本当にこれはもう切羽詰まった課題だと思ってますので、そこに大きく期待したいところです。午後9時半ごろに玉木さんの妻玉木恵里さんが坂出事務所に到着し、万歳三唱で当選の喜びを分かち合いました。また恵里さんには坂出事務所スタッフから花束が贈られ、坂出の支持者に感謝の気持ちを伝えました。坂出事務所の皆さん、私をこう笑わせてくださったり、リラックスさせてくださったり、そういう部分でも助けていただき、本当に選挙は一人では戦えない、この皆様方のお支えがあってからこそこの結果をいただけたと心から思っております。玉木雄一郎、これからも皆様方のお役に立ち、ご期待に添えれますようしっかりと頑張ってまいります。これからもご指導ご鞭撻どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。